ゴールデンウィークの最終日ということでね、皆さん遊んでお金がなくなっちゃって、まあ500円で見るからいいやって来てるんでしょうね。だいぶ今日は皆さん貧乏人の集まりでございますね。まったくな、金がねえや、しょ。女房には金稼げ稼げって言われるけど、どうしたらいいもんかね。いい気があるか、首くくって死んじまおうかな。うん、そうしよう。でもな、キュッと死ねりゃいけんと、時間がかかっちゃうとな、苦しいだろうし、中途半端に生き返っちゃうとリハビリに金がかかるしな。やったもんだらしょ。教えようか。え、誰だ。木の陰からスーッと出てきたの、年寄り。年の頃なら80を超えていようかという。頭は髪の毛ぼやっとある程度で、ガリガリに痩せ細ってる。ネズミ色の着物を着て、前がはだけてると、あばら骨が一本一本感情できるようなガリガリ。汚いわら草履を履いて、竹の杖をついて。俺だよ。誰だお前は。俺か。死神だ。死神どうりで俺はこの木のとこ来たら急に死にたくなっちゃったんだ。おめえのせいか。気持ちいい、あっち行ってくれ。やだ、あっち行け。そんな邪気に言うことはねえだろ。俺とおめえは因縁もあるんだ。うん。大体な、死のうなんてね、考えちゃいけねえ。人間、生きようと思ったって、寿命が尽きりゃ死んじまう。逆に死のうと思ったっておめえには長い寿命があるんだよ。まだ死ぬんじゃねえ。生きてるってことは素晴らしい。命は素晴らしいよ。めでてえことなんだ。だから寿命ってのは寿に命と書くだ。死神の俺が言うのも変だけどな。うん、おめえ銭がなくて困ってんだろう。教えてやるよ。え、何。やだよ、俺死神の手伝いなんか、下請けなんかしたかねえ。なんだその下請けってな。おめえ医者になれ、儲かるぞ。医者、ほら、だって脈の取り方もできねえし、薬の作り方もできねえ。無理無理、できねえできねえ。世間はな、病人が治りゃ立派に医者で通るんだ。おめえ医者やれ、ザクザク儲かる。いいかい、おめえには死神が見えるようにしといてやる。長患いしてる病人のとこ行くとな、枕元とか足元に必ず死神が座ってんだ。うん、枕元に座ってんときには何も手出ししちゃいけねえ。もう寿命が尽きてるからな。足元に死神がいたら、これをおまじないを唱えれば死神教会の申し合わせ去ってからしいけなくなってんだ。いいかい、教えてやんから、おめえやってみろ。覚えるか。いいかい、行くぞ。あじゃなか木蓮九連奏テケレッツのバッ。ほんで手を二つ叩くとな、死神はそこにいちゃいけねえことになる。スーッと消えるぞ。そしたら立ちどころに病人は治るよ。うん、やってみろ、儲かるぞ。分かったか。うん、うん、まあ、あやらかもくでの旧来層テケレッツのパー。ほんでこんでいいんですか、死神さん。あれいねえよ。あ、そうか、呪文を唱えたから消えちゃったのか。もうなんだ、できるな。うん、よし、医者やろう。こうして家を帰って早速医者の看板を書く。看板ねえかな。台所にかまぼこの板があった。これでいい。ここへ医者とおぼつかない字で金くぎるようだ書いて、さあこれを表に貼る。よし、これでいいや。気分、え、あ医者、よし、これでいいや。こんなことで患者が来るのかとどうかと思いますけども、この市販時もしないうちに、ごめんくださいまし、ごめんくださいまし。お、米屋さんか。悪いな、勘弁してくれ。今月ちょっと苦しんだな、来月してくんねえか。いや、米屋ではございませんが。お、酒屋さんか。どういうの、このうちは借金があるんだね。いや、申し訳ございません。こちらお医者様ではございませんか。医者、お方違いだよ。お方、あ、はい、医者です。医者、さっきから医者になりました。どうぞ。実は私、あの日本橋の、まあ、越前屋伝兵衛と申しまして、まあ、家業をやってるもんでございますが、主人が長患いをしておりまして、
どうにもこうにも治らないんですね。江戸中の有名な医者に頼んだんですが、思い余りまして駅舎に頼んだんです。大変よく当たるということで聞きましたら、辰巳の方向へまっすぐ行って最初に見かけた医者の看板に頼めということで、こちらさんとお邪魔したんですが、あ、そうですか、わかりました、行きましょう。で、先生にお取り次ぎを。いい、私の医者。は？とても医者には見えない。まあ、かといって今更というわけで、たもえず店まで連れて行く。おかみさんにもわけを話し、まあ、薬を飲ませなければ、見せるだけならいいだろうって話になりまして、病室へ案内をする。足元にいるよ、死神ちゃん。嬉しいね。よし、大丈夫ですよ、治ります。私がね、うん、治しちゃう、大丈夫、はい、でそれ相当のお礼はいただけるんでしょうな。それはもう分かりました、やりましょう。これおまじないもやるからね。うん、アゼラカ木蓮九連奏デケレッツのパー。死神がスーッと抜けている途端に、あー、よく寝たよ。うん、気持ちいい。あ、お腹空いちゃった、腹減った、何かないかな。先生、主人が何か食べるものを思い当たりからでしょうか。いや、いい、大丈夫です、何でも好きなものを食わしてやってください。ええ、もうカルボナーラでもスパゲッチでも何でもいいよ。うん、満腹ラーメンだって構わないから。そうですか、ありがとうございます。こうして主人があっという間に治ってしまう。長患いがいきなり治ったっていうのが評判になる。次から次へと患者が来る、次から次へと治していく、次から次へと懐に金が入る。ねえ、もう分かった分かった。どうかすると、あ、いけない、枕元だ。これはすいませんね、私の手にも負えません、寿命が来ておりますんで。こうしてその家の敷居をまたいで外に出たか出ないうちに息を引き取る。あの方は生き神様だ、ますます評判が出る。彼がどんどん溜まってくると、こんな狭い家にどんどん往復して表通りへ出てって、まあ、金はどんどん来る。そうなってくると飲む使う、遊びも覚える。焼き餅焼きの女房なんかはめんどくせえ。もういい、子供をくれて金もくれて別れてしまう。お姉ちゃんと一緒にいい家で楽しくね。あなた先生、なんだよ。私江戸飽きちゃった、髪型いかない？髪型？そうだな、俺も行ったことねえから行ってみようかね。じゃあこの家も全部売っ払っちゃっていっちゃおう。懐に金を入れて髪型旅行、贅沢三昧。思い切り使えば思い切り減るのも早い、なくなってくる。もともと惚れた腫れたで一緒になった女でございません。金の切れ目が何とやら、女の方も去っていっちゃう。やっこさんしょうがない、一人とぼとぼと江戸へ戻ってきて、参ったね、まあいいや、医者やらいいんだからわけやねえや。こうしてまた医者を始める。風向きが変わって来るのは枕元の患者が、枕元に死神がいる、そういう人ばっかりだ。弱っちゃったな、枕元ばっかりで。足元は来ねえか、足元は。そんなところへ、ごめんくださいまし、私麹町三丁目の伊勢屋伝右衛門の手代でございます。おお、すごいね、なんだか歌舞伎役者かなんだ。よろしくお願いいたします。はい、行きましょう。さあ、見ました。あじゃあ、伊勢屋って言えば江戸にも五本の指の大金持ちだ。うまくなんかと思ったんだけど、ダメだ、枕元だ、ダメだこりゃ、儲け損なった。先生、なんとかお願いします。いや、これは私無理でございます、もう寿命が来ております。そこをなんとか、せめて1ヶ月2ヶ月伸ばしていただけませんか。大きな商いの話が来ておりますんで。いや、それは無理だよ、無理無理、もう無理。そこをなんとか千両、いや五千、一万両までご用意できます。一万両、いいね。でもな、お宅に気の利いた若い氏がよったり揃いますか。はい、四人と言わず四十人でも四百人でもそんないらないんだ、四人でいいんだ。うん、枕の四隅、あ、座布団、布団のな、寝てる布団の四隅へよ、一人ずつ配置をしてもらいたいんだ。私がポンと合図したらね、ふいと持ち上げてくるっと回してもらいたいんだよ。頭が足へ来るように足が頭へ来るように、いいかい、頼むよ。
原宿一周回したと元戻っちまうからね。一回こっきりしかできないよ。縦に回したら落っこっちゃうから。大変。パラッといいですか。配置をして様子を見る。夜がだんだんと吹けていく。死神の目がだんだんと輝き、気合を入れてるのがわかる。それにつられて病人の方は、息も絶え絶え。ところが朝になってくる。いくらか静かになってくる。病人の方もすやすやと寝ているし、死神の方はっていうと夜中に頑張りすぎちゃったんでしょう。今度疲れてきたな、疲れてきたな。よし。パッと上げる、くるっと回る、急いで、あたたか木蓮球連想的列のパッ。さあ、死神はびっくり、枕元に座ってるつもりがふっと気がつくと、足元、しかも呪文を取られ、ありゃー死神は飛んでっちゃった。先生、ありがとうございます。1万両こちらに。あ、まあ、テイクアウトしてもらうのが重いからさ、とりあえず50両だけいただくから、うん、また後で来るから。ありがとうございます。意気揚々と久しぶりに高級料亭、おいしいお酒を飲み、あ気持ちいいな、くわいようにてちいちい言いながら、うん、よかった、人間生活があると知恵が出るもんだね。くるっと回って、あの時の死神さんの驚きよったらね、ねいやーっつって、面白えな、バカ野郎、夜によってなんていうこったい、俺にやるとは。ああ、呪文を教えてもらった死神さん、どうもその説は。その説はじゃねえよ。ほら今回ひでえ目にあってんだよ。あんなおめえが禁じ手を使っちゃったからよ。私の死神業界の地位も下がっちゃったよ。残業も多くなっちゃってな。ノルマなんかひどいもんだよ。どうしてくれる？いや申し訳ないね。もう勘弁してください。勘弁ならねえよ。まあそれでいいからいいから。でな、ちょっとおめえ来い。え？ちょっと俺と一緒に来い。いや、いいですよ。いいから来い。やだって。いいから。あたらがもうこれくらそっちゃいけっぞ。無理無理無理。おめえの禁じ手を使った時から呪文が変わったんだ。じゃ教えてくださいよ、新しいの。言わねえ。いいかい。俺と一緒、この杖ついて、これを捕まってこい。これ捕まってこい。やだよ、やだよ、やだよ。捕まってこいっつんだろ。来い。やですよね。あれ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 、いいかい、後ろから歩いてこいよ。空間にポカンと大きな穴が開いて階段が見える。ちょっと、いいかい、こうやって階段だぞ、うん、あれあら、真っ暗かと思ったら明るいね。はあ、これ全部ろうそくじゃん、すごいですね。新山さん、綺麗だね。バカなこと言ってんじゃね。一本一本が人の命、寿命なんだよ。あ、そうですか。人の命はろうそくの見てるもんだって言うけど、本当なんだな。へえ、すごいもんだ。これなんか、ずっと伸びて気持ちよく燃えてますね、これ。おめえもまだ親の情ってもんがあんだな。それはおめえの別れたせがれだ。このろうそくそうなの？ああ、まだまだ長えや。あいつは長生きしてや。まっ、あ、すい炎が出たら、いいね、こりゃ。うん。この隣は？これ半分ぐらいだけど、まだまだ元気。なんか火が奥の方へめらめら、めらめらってきてるんだ。これは何？別れたおめえの亭主、あ、女房だ。女房か。女房か。いつまだ俺のこと怒ってんだな、いつはな。うん。で、その隣は？もうこんなになっちゃってるよ、これ。それおめえ。え？嘘だよ、だって最初呪文を教えてもらった時には長い命があるって言ってくれたじゃないですか。これおめえが1万両でよ、あの主人の命と解けたんだ、とっかえっこ。それが今のおめえの寿命だよ。ほらもう、ほらもうそう、ああもう消えちゃうよ、消えちゃう消えちゃう、そんなこと言わないから。え、死んじゃったら、消えちゃったら死んじゃって、死んじゃったら火が消える、どうすんだよ。え、なんとかしてください、なんとか助けてくれたじゃないですか、お前。ダメ、もうダメ。お願いしますよ、お願いします、シギちゃん。いきなり変なニックネームで呼ぶんじゃねえ。しょうがねえな。じゃあ
読んどころねえ事情で消えてしまったろうそくなら今までついた試しはねえけど、うまくつくと生きられる。え、そうですか、そうですか、よしよし、こんな振り入れたら消えるぞ。なんで言ったって、あ、もう、ああ、もう消えちゃう、消えちゃう、切っちゃうよ。いや、そんなこと言わないでくださいよ。そんなこと言う。ついた、ついた。ついた、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 ついた。うわー、よかったな。よかったよ。えっち。おう、あぶ、あたし。てめえのくしゃみで消すとこだった。あぶねえ、あぶねえ。しずくさん、ついてる、ついてるよ。おめえの今日は誕生日だな。それ嬉しいね。ハッピーバースデーやって、フグなんかやらないよ、私。大丈夫だ、大丈夫だ。よかったな、嬉しい、嬉しい。よかったな、うん。え、悪いな。俺、ノルマが厳しくなっちゃった。どうも、失礼します。